艦におけるイージスシステムを丸ごと陸に上げて運用する予定であったイージスアショア計画が中止され、新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化としてイージスシステム搭載イージス艦の計画がいよいよ動き出します。今回はイージスシステム搭載イージス艦について詳しく見てみましょう。2024年度予算案で3731億円を計上、いよいよ動き出したね。最後まで見てくださいね。2023年12月19日、防衛省は2024年度当初防衛予算案として木原稔防衛省と鈴木俊一財務省が財務省で会談し、イージスシステム搭載艦の建造費用などの取得経費を概算要求通りの3731億円を計上すると発表しました。1998年に北朝鮮が中距離弾道弾であるデポドン1号の発射実験を敢行し、デポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件を発端に、日本はこうしたミサイルの脅威から我が国を守るため、自衛隊はミサイル防衛能力の基本的な向上を図る必要があり、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦と航空自衛隊のパトリオットミサイルによって対処する体制を整備することを決定しました。この体制は、あくまで当時の現有装備を最大活用といった応用的な動作に過ぎず、特にイージスシステム搭載護衛艦は弾道ミサイル防衛 BMD のため常時日本海に展開しパトロールのみに縛られることとなる。しかし近年の中国海軍による海洋進出が著しい南西諸島方面の島嶼防衛のための対応や必要なネリ度を維持するために必要な訓練時間が確保できなくなることが懸念されており、海上自衛隊としては大きな負担でした。中国海軍が新たな日本の安全保障上の脅威として台頭してきたこともあり、とりわけ南西諸島方面の防衛力の整備においては貴重なイージス護衛艦の有効活用が不可欠であり、弾道ミサイル防衛 BMD のための対応に縛られる護衛艦の負担を軽減するべく配備の計画が検討され、イージス艦におけるイージスシステムを丸ごと陸に上げて運用する方向で話が進み、日本では2017年12月に国家安全保障会議及び閣議においてそのために必要な装備として陸上配備型のイージスアショアをその代替として導入することを決定しました。防衛省はイージスアショア2機を山口県と秋田県へ配備し、2025年から陸上自衛隊が運用を開始する予定でした。日本列島全体をカバーすることを想定し、イージス護衛艦の有効活用を促すことに加え、それらの乗組員の確保に困窮している海上自衛隊の現状を改善するものと位置づけられました。しかし、2020年6月、イージスアショアは発射後に落下させる必要が生じるブースター部について、配置する基地の敷地外に落下する可能性があることに関して、その位置を完全に安全な場所に制御できないという問題が解消できず、決定から3年後の2020年6月15日、当時の河野太郎防衛相が、イージスアショア導入計画の停止を発表しました。イージスアショアの配備が中止されても、日本の弾道ミサイル防衛、BMD や、イージス護衛艦を南西諸島防衛用に振り向ける施策までなしにすることはでききず、そのための大案策が必要となりました。大案として、地上の制約を受けない洋上への転用方法について議論される中で、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたが、護衛艦を新造する以外の2つの案については、脆弱性の観点から棄却されました。そこで導き出された結論が、2020年12月18日、新たなミサイル防衛システムの整備等、及び、スタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議において、すでにイージスアショア用に購入していたスパイセブンとイージス武器システムベースライン J7B をそのまま転用して船に搭載し、海上で、常時、弾道ミサイルの発射に対応する装備として、イージスシステムを搭載する新型艦艇を2隻建造し、
それらを海上自衛隊が運用することを決定しました。このベースライン J7B は、海自の最新イージス艦、マヤ型護衛艦で運用されている、ベースライン J7 の改良型であり、システムの土台は J7 と共通化されており、保守やアップデートの問題はない。このシステムに、米海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載される、ベースライン QC2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム、BMD5.1 が統合されており、さらにオープンアーキテクチャ化することによって、これから、米海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に実装されている数々の新機能を、CSL の仕組みを利用して、ベースライン J7B に移植されるそうです。イージスシステム搭載艦の設計においては、敵国の弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなど、多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応しなければならないため、24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などの気象状況に対応できることに加え、特に長期間洋上での任務を前提にしているので、それに耐えられるため、乗組員の居住環境の向上が図られました。また、極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルなどの将来装備品の運用などを目視することが公表されました。また、将来的に開発されると見込まれる装備品の運用を、わずかな改修で可能にするような拡張性を持たせるなど、多種多様な要素に対して総合的に考慮され、既存のイージス艦と、同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であり、従来のような単なる防空システムという枠にとどまらない、極めて先進的かつ総合的な戦闘システムとして完成されたプラットフォームといえます。イージスシステム搭載艦の主兵装には、日米が共同で開発した弾道ミサイル対処の弾道弾迎撃ミサイル SM-3 ブロック IIA 夜間対空スタンダード極超音速滑空兵器にも対応できる SM-6 のほか、既存のイージス艦であるマヤ型護衛艦と同様に多艦艇が追尾した対空目標をリモートで射撃、誘導が可能となる共同交戦能力 CEC も備えます。さらに、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を叩くための反撃能力として、脅威圏外から相手艦艇へ攻撃できる艦艇発射タイプの1-2意識地対艦誘導弾能力向上型や、ドローンによる飽和攻撃に対処する高出力レーザーなども搭載される計画です。イージスシステム搭載艦に備え付けられる垂直発射装置 VLS は、これらの各種ミサイルを発射するために200セル以上とされており、これは、水上戦闘艦としては、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セル、中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セルを超える世界最多となっている。2023年8月に公表した2隻の取得経費としての3797億円の概算要求が認められた形となってはいるものの、財務省側では、イージスシステム搭載艦の建造にあたり、予見できないリスクへの対応コストが発生する可能性があり、さらなるコスト増大に警鐘を鳴らし、物価高や円安の影響によっても増加する防衛費を抑えるために、実効的なプロジェクト管理体制の構築を図り、イージス艦の混合型4隻の更新など、今後イージス艦を取得、更新する場合には、その搭載レーダー選定について白紙に戻すことを含めて検討することで一致しました。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備には、ベースライン J7B とスパイ7イージス武器システム、及びアメリカ海軍によって開発された共同交戦能力 CEC が搭載される予定ですが、そのレーダーの搭載も白紙に戻すことが検討されています。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーは、スパイ 1DV であり、米海軍のイージス駆逐艦、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製スパイ6が導入されており、イージスシステム搭載艦に、スパイ 7V1 を世界で初めて搭載するという試みに専門家たちから指摘されていました。
しかし、防衛省では、イージスシステム搭載艦に、スパイ 7V1 を採用する理由として、SPY-6 より、洋上での性能は、スパイ7の方が優れており、ミー試験やエジ運用に必要となる経費を含めた経費総額で比べると、SPY-7 の方がスパイ6よりも安価であること。現時点で SPY-6 へ変更するより、スパイ7の方が早期の納入が見込めることなどを挙げて、スパイ7の導入予定に変更がないことを強調しました。こういった防衛省の主張は後付けであって、陸上配備のイージスアショア用として、スパイ 7V12 機の購入をロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄すれば、すでに支払っている経費の700から800億円が回収できないからではないかと指摘する声もあったが、防衛省としては、スパイ 7V1 を選択するしかなかったのかもしれません。財務省が、搭載レーダーを白紙的に検討を防衛省に求めたのには、既存のスパイ 1D やスパイ6などの採用も視野に入れるように促し、導入価格を抑えさせようとの意図があったのではないでしょうか。